初めて見る。いいぞチキータ。三角ノーズのあれになったんや。長く入った網網ですね。こんなぐらいの大きさも、すぐ誰か作ってくれたよ。アルーシェイーブ、あれはアルーシェと記念撮影撮っちゃったウルトラマンシリーズ出れ
ウルトラセブン高すぎる、うん、ウルトラマンエースとかハローで何で出るぐらいの。でも仲間入りってなかなかいいんじゃん、こいつは、うん、才能あんじゃん、なんかあの FM のトレーナーさ、うん、昔、本当に初期のずっと昔の前日のさ、うん、もああいうオレンジ色のやつあった、あったあった、オールジャパンだった、リンガネが原軍人だっていう、8日の日また長野の控室行ってくるんだ、え8日の日にまた長野の控室行ってくるんだ、あれ来ちゃったな、俺らがあると思ったね、ビデオあれテレビ一応撮ったもんな、まあいろいろあるんだよ、あれあれ日テレもあるし、日テレもあるし、いや日テレじゃない、今はもう関係ない、 WWF も関係ない、あーどれだけ本当にいいの、30秒だけは入ったって言うの、誰か持ってねえかな、あれ入るはずなんだよな、俺あ、本当、うん、でもその人連絡つつ連絡つかねえんだよ、連絡ついたら入るんだよな、ヤマトウォーリアンとスイーツカーで何を言ってるの、えウォーリアンとスイーツ、ウォーリアンとスイーツ絡んだやつ、トーク、佐々木、あれ、一試合だけ、あれ、俺が撮ったやつ、あもうだって、俺も持ってるやつもないしね、なんか金沢でさ、やった日の試合なんかダビングしてもらってんの、金沢とか、今は一緒になってテレビやつみたいな、北日本放送、富山県のやつがすごい、富山県の同じ1時間の間に木村健吾3連戦とかあるから、木村健吾3連戦、うん、そういうのもっととかあれ、ダビングって送ってもらうんですか、いつも今井さんとはいつも交換するけど、ただ、今のところやってないから、新規がやってないの、やってないの、やってんじゃないの、取り方が全然ないですコンビニマーなんて、まだ地方版で日テレ系がやってるんだけど、地方版でやってるんだけど、今はテレ朝系が金沢の新規は金沢やったんだろ、でも橋本から東京とか橋本東京とかゴンビが下に参りっぱ、菅井さん、武道館やったんですか、武道館はやってる、武道館は国技館の橋本調子、うん、あれはなんか4時からやったんですよ、いや、今週のやつはないよ、あ、今週はない、あの、橋本投手の情報となんか俺も北日本でやったって聞いたからな、だから、なんか聞いて、俺本当かなみたいな、どんなやつやったか、なんかメインが武藤対ベイダーで、なんかあと調子が蹴りまくって終わったやつやったから、俺はこんなの報道したのかな、なんか後から被せて、実況を被せてやってましたね、 G1 クライマックス報酬みたいな感じで、あ、あれ、もうほとんど、下から映してるやつ、リングが入る、俺の持ってる前田とさ、長州 の顔面塗り事件のさ、あれの管理カメラとか撮ってたじゃん、あれもやっぱり地方でやる予定だったのかな、あれはやる予定かもしれない、結構地方やってんの多かったの、金沢は少なかったけど、ケーブルテレビでそういうのやってほしいな、テレビ朝日系のチャンネルあるんだから、山本さんもそういう長州で混ぜたり最後ヤクなってるんでしょ、長州テレビで、いや俺はもうそんな人がテレビを撮ったやつはほとんど見てないから、カメラで撮った、俺は今もうテレビ局が撮ったやつを見てる、
あ、テレビのあるの？あるよ。前田教授の。前田教授のやつでしょ？え？顔面グリル。あるよ、あんなの。実況が入ってるやつもあるもん。実況、誰が実況したの？あれ、穂高。穂高が実況したの？でも、あんたノーテレビで一緒あるの？ノーテレビだけど、撮って。持ってるもんだ。ハンディカメラ版と、固定カメラ版と、で、固定カメラで実況が入ってるやつと3種類持ってるんだ。俺持ってるのはあれだもん、南側に行ってた固定ドレッドってやつだったわ。ヤジが面白かったけど、面白い人だったら。シートがマスカリータなんですよ、あれ。あ、ほんとに？だっていつもこんなもんか、ね、静かじゃない？静かじゃない。いつもこんなもんですか？こんなもんか。最初はこんなもんか。せめてね、ゆっくり戻んないかな。バルコニーが一番いいよ。今日は大丈夫じゃない？なんとかなんないでしょ。いや、なるよ。いや、なってほしいですよ。最後のあと6人立ってた。ああ、皆さん、いや、橋幸さんにも乱入してきてほしいですよ、おっさんに。おさんにしてほしいな、バタバタみたいな。嵐で足が張りまくって。アイムサポの一つぐらいやっぱ見せてほしいですよ、うん、NK は多分ね、グラジエーターとね、鬼田組とね、スティンク組が並ぶんだよ。あ、グラジエーターをがスティンク組を切って優勝は鬼田組かな。いや、いや、ブリティだからブリティはメインで待ってます。で、3チームだとトーナメントじゃん。だから1試合目で鬼田とグラジエーターがやって、うん、で、それ鬼田が勝って、うん、で、スティンクと鬼田やって、鬼田なんとか勝つけど、もうボロボロでベリジフに負けるっていう、そういうあれじゃね、話じゃね。俺はそう読んでるね。あ、可能性高い。ただ今日朝子組がもしスティンク組を送ったら、うん、鬼田組とスティンク組だけだな。俺はあくまで同点決勝やると思うけどな。絶対ある。同点決勝っていうか準決勝、うん、準決勝。だから3チーム並ぶ可能性があるの、今のところは。うん、同じ隊組が。だって、あそこ組じゃ絶対スティンクに勝てねえじゃん、うん、今日。そうは勝てねえけど、次の、うん、だからグラジエーターが、グラジエーターが来ると思うけど、そう、そこで3チームが並ぶの。ラスト5人。で、鬼田が3試合戦うことになって、こう読んでるね、俺は。最後涙見れて、あ、3試合じゃ辛いんじゃんとか言って。なるほど。お前楽しみに見えるじゃん。
どうしたんですか？死にました。どうしたんですか？どうしました？パンダどうしたんですか？終わっていいことだ。十分堪能したから。いい。パンダピンチですよ。20分一本勝負を行います。青コーナー140パンド鍋のゆきえり、同じく170パンド前止まりよしかり、同じく200パンドコンバット豊
140バンド工藤めぐめり。同じく WWE 世界女子選手権第130番のサンドミーバイ。同じくソビエト女子柔道チャンピオン280番のグンドレンゴテレコバイ。あいつだってシャレになんないもん。でっかいケツを私は見てしまいましたよ。なんか橋本が中に入ってるのかもしれない。どうもこの試合は1着となるため、熱唱は天井にコールによる勝敗は8つとなります。鍋のはもう数秒で終わりですよ。今日セコスが取れたぐらいで、あれのでっかいケツも見たし、ベルチェフのでっかいチンポも見たし、なんでトイレで気持ちもいい。逃がしてみんな堂々とおるけど、テレビ一番にしてもそのまま着替えするメンズで、アパントイレそれは何ですか、恥とも知らない。恥一番知らない。テレビ一番フリチンで、うん、中国だってどうじゃん、テレビ一番にしてもみんな他のレスラーを見るぞ、ウルトラマンとかポンポンで、だからそのまま T シャツのまま着とくからいいけど、下相撲だから柔道に入れ終わって、なんかソビエト、最初ベルチェフやってるとこあって、やっぱでけえなー、ほんとこいつがチャンピオンかよ、でけえなーと思ってた。またそのうちに今度あいつも試合終わってきてるかって目の前に見始めるそれは何なんですか、言ったのどんだけ子供ですもんね、これ。この中で佐久宮が最年長かな。あれ、今日差が読んでんだよね、26かな、4か6。だって工藤なんて佐藤さんと呼んでるんだから。工藤は20歳だっけ。20工藤もっと上のはずよ。24、23。サトミは何回ゼロと防衛できるでしょうか。ゼロって子供の喧嘩だな、これ。
なんですけど。ミノルタがついてるんですか。ミノルタ、あ、シックスだから共産中。10分経過、10分経過、ケミにヘビーパス。バズいけ。
Thank you.
Whoa!
30分経過、天秤に天秤にパース。会場は勝てよ、勝てよ。本郷田よりクリス・クルーズ、クリストファー選手の入場です。本郷田よりこれでしょ。
そうですよ。なお、この試合も東京のためコールによる勝敗はなしとなります。またクリストファー選手にはグローブ着用のため顔面パンチが認められます。指示打ちを認めろ。今日シーク誰かやん。いや、わかんない。タオルとかってないけど。タオルでも書いてない。なんか書いてねえから。だから、ここはね、最高だったなと思う。ちょっと意味ないんだ。ワン、ツー、スリー、フォン。これじゃあ、ユーのパンクと一緒じゃないですか。対戦カードも入ってないやつ。違いますよ。いや、だから今はこういう風に花を持たせてるんですよ。最後は KO されるに決まってるんですから。俺はちゃんと今から約束守ってるんですからね。何回もダウンで終わりですかね。嘘でしょ？約束が違いますよ。
約束を破っちゃいけませんよ。NK ホールに繋がらないじゃないですか、こんなことしたら。ちょっとどうぞ。ちょっと約束を果たしてくださいよ。仲間家追い出されての取りやすいボディスラム。ちゃんと約束通りだ。でもやっと分かってるな。スリーパーで行かないという約束だ。Three!
ああ、今日あれだ、キムとキンキムとキン、あ、今日やるんだ、それしか残ってないんだ。キムはこれだ、メインがグラジエーターたちやから、もう残ってもおらんから。うん、2、3分ほどのムーンソルトプレスと終わるんじゃない。
世界最強総合格闘技タッグリーグ公式戦45分一本勝負を行います。シックを見るようだね。One.
赤コーナーより3番浅野選手、リッキー藤田選手の入場です。
ラーだもん。だろ、まだ泳ぎの水準的だろ、まだ間違いない選手で。どう研究して知らなくて、ブラックボーは WWA のレスラー、ブルータンとこのレスラーだ。あね、あれは頭おかしいんだよ、おかしいよ、あんなパンツの痛がないな、ドランカーだもん、完璧にあれ、いや、ほんと危ねえんだ、あいつ、あいつ頭にそういう靴だったらやばいんだよ、まだもう死ぬかパーかな、マイクもやってる、分かんない、クロジェーター、ビッグタイトル、マークスターの入場です。
飛び込るぜ。あれそのまま首へし折ったらや。あ、いいぞいいぞ。どこまでだお前。ほら殺せ殺せ。私。